立憲民主党、国会で論破され沈黙、維新の足立康に。本日、維新の足立さんが国会においてこのような発言をいたしました。明らかでありまして、適当だからですね。立憲民主党が出す法案というのは、適当です。例えば原発ゼロ法案。なんで法案が適当だというのは全然構いませんよね、委員長から申し上げます。適切な言葉を選んで、はい、そして口頭に対する、言葉をしっかりと選んで発言をいただきたいと思います、はい、私は政策が適当だと言ったんで口頭侮辱したつもりはありません。例えばですね、じゃあ適当という言葉について適切な言葉を使うようにと申し上げております。じゃあ 証拠を挙げましょう。原発ゼロ法案ってありますね。立憲民主党が選挙になると、高らかに掲げる法案です。で、その原発ゼロ法案にはですね、最終処分。ね、高レベル放射性廃棄物の最終処分についても規定があります。なんて書いてあるか。適切に処理すると書いてあります。これ、政策ですか？だから私は維新以外の野党が原子力について語るときに、まあいいけど、まず最終処分について、どうするのか言ってくれと申し上げてます。原発ゼロ法案には適切に処理するとしか書いてないんです。私はそれは公党たるものが胸を張って言えるソリューションではないと思ってますので、それは申し上げておきたいと思います。このようになっておりまして、足立さんから立憲民主党の提案は適当だと批判され、立憲民主党の議員の皆様が、ああだこうだと発表されておられましたが、まあ、この適当という表現、まあ、こちらでさらに厳しく説明をいたしますと、まず立憲民主党のさまざまな提案は、日本が国民が抱える問題を解決することを全く目的としておらず、 3% の支持者に対するパフォーマンス止まりとなっており、中身がございません。ですので、その他の、まあ、ほぼすべての国民有権者から支持されていないという現実がございます。立憲民主党の提案、法案、誰がどう見ても適当な代物でございますので、まあ、この足立さんの批判はごもっともではないんでしょうか。立憲民主党には最低限日本の政党として、また立憲民主党の構成の皆様も国会議員としてですね、議席を有して国会で発言できる権利を持っておられるのであれば、国会議員としての職責、職務を果たしていただき、 3% の支持者だけを見ずに、その他の 97% を占める国民有権者を見て、中身のある適当ではない提案を行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。